会に入れてもらうために皆さんはきっといろいろなことを考えてくださると思います。大変な面倒なことかもしれません。でもよろしくお願いします。僕という人間を皆さんの目で見て必要な支援とは何か今一度考え直していただける制度を作っていきたいと思います。議員山本太郎としての一人だけの議席ということを考えるならばこれは負け、山本太郎に関しては。でも令和新選組としては大きく勝ったと、私はそう思っています。はい、はい、いやいや、あのね、これね、僕も相当そこはね入れる方向でと思ってたんですけども、もう正直ね怖いっすよ、一人で国会行くの。僕あの心臓に毛生えてるみたいに思われてるかもしれませんけど、怖いって。今国会議員をしてる人たちって僕のやってることは多分理解できないから、まともに反論したら多分キャッチボールできないと思うんですよね。そこでやっちゃうとまた喧嘩になるから、そう国会議員になることになりました。本当にありがとうございました。勝ったぞ NHK よ、ブンブで、まあ、事実上政党としての形をしっかりと作って初めての国政選挙である参議院選挙、まだまだ地方組織も十分な体制でない中、大変新人ばかりで苦戦かなと思っておりましたが、前回並みにかなり近づいた結果を出せるというふうに思っています。候補者がほぼ全て長野以外は新人だったということを考えると、野党5党派の連携は大きく前進することができたというふうに思っています。いい戦いができたのではないかというふうに思っています。はい、ありがとうございます。どうも皆さんありがとうございました。非常に、厳しい、戦いでありました。まあ、その戦いの中、まずは大阪では2議席をいただけたということは本当に、大阪府民の皆さんの、まあ、そのご期待に、沿うために、改めて身の引き締まる思いであります。まあ、全ての、候補者死力を尽くして戦ってくれましたし、我々も大勢の皆さんに支えられ悔いなく戦うことができました。まあ、で大阪で、取れなかったことは大変残念ですけれども、全体として私は健闘と言えると思っております。よし、
訴える力をやはりどう、つけていくか。